まあ、うちは南のイタリアのシチリア慣れなんで、今年あの BBR さんが去年か今年かに持ってきたやつで、グラチュラエトロロッソ2010年、おそらく最初に出会ったのが2010年ぐらいに飲んでるんですよ、きっとね。ナプレイ、ニナポール飲んでるんで、時を超えて毎年飲んでるものなので、それを確認しながら、あ、かつこんな風に変化するんだ、あ、こんな感じになったんだ、あ、大人になったね、よかったねっていう、なんか親というか戦友というか、そんなような気持ちもちょっと味わいながらグラスを傾けさせてもらったっていうのがすごく僕は印象的で、ワインがどうこうというよりも自分と10年、うん、旅してきた感じみたいなものの一つの集客点、ポイントに達したかなっていうふうに思ったのがとても楽しかったですね。株式会社アルカンの高橋です。2022年で一番私の印象に残ってるワインは、友達の誕生日の時に飲んだんですけども、シャトーラフィットの、1966年、これは本当バースデーヴィンテージだったんですけども、マグナムサイズで飲みました。私と同じ、まあ、56年も経ってるワインなんで穏やかな感じになってるんですけども、 なかなか飲めるワインではなかったので、まあ、多分この後も飲む機会もないと思うので印象的なワインです。イタリアワインのエージェントをやっている河津義行です。おそらくこれを超えるワインは僕の中で今年出ないと思ってるワインが、今年のオペラワインっていう大きなワインの新会があるんですけれども、ワインスペクテーターが選ぶ年間トップ100イタリアワインっていうのがあって、その中で飲んだペッケニーノのバローロのレ・コステの2018年、で当日もそのワインの他にもう本当に名城のワイナリーのものがすごく並んでいたんですけれども、同じ、バローロ、まあ、ネビオーロ、キャンティエリア、サンジョベーゼ含めて、そのペッケニーノのバローロが一番美味しかったです。日本に来るのはおそらく来年来ると思うんですけれども、もしこのビデオを見て気に留めた方はぜひ飲んでみてください。山田宗和と申します。今年飲んだワインの中で一番良かったワインは、99年のサシカイアです。もう香りは抜群でしたので、今年のもう鳥一として推薦させていただきます。代々木上原クインディーの篠原です。今年飲んで一番美味しかったワインはレモンとブルードロッカのワルバレスコラバーヤの03です。セラーの奥の方に残ってたのを開けてみたらすごい美味しくなっていて、いいタイミングだったなと思いました。もう少しあるんで皆さんよかったらクインディー来て飲んでください。代々木上原のクインディーのサービスマンをしているコンタと申します。今年一番美味しいと思ったのはビヨンデリという作り手のフランチャコルタの、ブリュットです。非常に熟度もしっかりしつつ、フランチャコルタらしいミネラル感と飲み心地の良さを、兼ね備えていたので、なかなかないフランチャコルタだと感じました。アプリの YouTube では特別ゲストとして出させていただいている林明と申します。今年の美味しかったワイン、フリウリのロンコデルニエミツ のブラックラベルのソービニョンっていうのがあるんですけど、これがちょっと幻のソービニョンなんですけどね、全体のパワーを含めてアフター含めて最高のワインでして、はい、デザイナーの林光です。今年2022年は2015年のポーチョディソットのロストディモンタルチーノ1月飲んだやつかな、それが一番今年1ですかね。はい、資生堂パーラーザ原宿の本田と申します。今年のベストワインは2002年の、まあ、テヌタデオルデナイアのマセットのメルローです。年的には良くないというふうに言われているいう2002年のヴィンテージですけど、マセットの力強さよりはメルローの持ってる優美さとかバランスとか、すごいそういうものがすごく良かった、まあ、ワインだったなというふうに感じてます。今年の一本ということなので、いろいろ考えたんですけれども、どうしても一本に絞れずですね2本にさせてください。1年間いろんな意味でよく登場したという意味でいくと、こちらバレダオスタのラキューバという生産者のルージュデバレネピオロしたいなんですけど、これはもう本当に汎用性の高いワインで、非常に、今年1年間よく使わせていただいたワイン、それと唯一無二という意味で、何度か過去を開けてるんですけど、その中でも素晴らしく状態の良かった、アビニョネージのビーノモビレディモンテクプルジャーノ、グランディアンナーテ97年、
はい、つい先日開けたんですけど、これ過去開けた中でも最高の一本でした。これを、2本にしちゃいましたけど、今年の1本にさせてください。お願いします。ベリーブラザーズ&ラットの堀野です。今年のベストワインはですね、実写が使いじゃなくて恐縮なんですけれども、ピエモンテリベラセラフィーノという作り手のバルバレスコ2010年か、同じくピエモンテのバルトロマスカレンロのバロロ2007です。バルバレスコは YouTube 出させてやった時に同じヴィンテージを飲ませてもらったんですけど、別のボトルを開けまして、本当に素晴らしい状態でした。本日は私が選ぶ今年の1本、グラーチのバルバベッキクオータミンでですね、樹齢100年超え、標高 1000m 超えのネリロマスカレーゼ、あれはちょっと衝撃を受けました。2014年ですね。インパクトがすごすぎて、ブルーゴーニュしか飲まないっていうお客さんに出して、本当驚きを与えられたっていうのはすごい僕の中で成功体験としてありますね。本当エネルギーの塊を見たという感じで、本当今年の一番は完全にグラーチになりますね。今年の1年ですね、そうですね、いろいろ印象の黒ワインがあったんですが、今ちょうど自分たちの、まあ、手持ちのワインの90年代っていうのを順に開けるようにしてるんですけども、その中で、やっぱりバルトロマスクレーの96年のバローロ、例の、 あのノンバリックノンベルロスコーニというあのちっちゃなバルリスコーニに入ってるあのラベルのやつですね、あれ非常に素晴らしい状態で、今年の中では、特に印象に残った1本ですね。クアトロビーニソムリエ永瀬です。私の今年の一番一押しのワインは何だったかというと、ニッツァですね。あのピエモンテ州のニッツァで、パオロベルタが作った2015年のリゼルバが印象に残ってます。未来を感じるワインでした。来年からも見ていきたいと思っています。ラカンティーナベショのベショです。今年飲んだ一番美味しかったワインは、今年の7月にうちの11周年のパーティーがありまして、その時に開けたジャコモ・コンテルノのモンフォルティーノの2008年、やはり素晴らしく美味しかったです。まあまだまだ先があるとは思いましたけど、今飲んでもすごく美味しかったです。近所でありますレストランスラハラの西村と言います。私が今年美味しかったのはパピントナーズさんのカーサ・カッテリーナという、スパークリングワインがすごく美味しく刺さりました。レ・アピオステリアマネージャーの藤本です。今年印象に残ったワインは、先日行ってきたミラノでレストランで飲んだニノネグリのバルテリーナのインフェルノですね。食事との相性もバッチリ最高の一本でした。モンテブスさんの松島と申します。私の今年一番記憶に残ったワインはタブリーノのパトリリオーネ、1990年ヴィンテージです。パトリオーネというワインなんですが、陰干しをしていて、ただ濃いだけのベタベタするだけの味わいでは全くなくて、すごくこう綺麗な古き良きいぶし銀みたいな作り手なんですけど、こう綺麗な味わいがありながらの深みがある味わいがもうすごく感動しました。あの井の頭公園、イタリアワイン阿部とここに集まってる皆さんからは、あ、まあ、もうちょっと高い酒ちゃんとやれよという声しかないと思うんですが、僕あの奥にいる美人の五十嵐さんから何にももらってないんですけど、ヴィンキオバリオセラのバックインボックスが楽しかったです。3年イタリアに行けなかった上を満たしてくれる、そしてバックインボックスというか新包材めっちゃ面白いから試してみないよ YOU。 世田谷奥沢のダルバローネ鳥山と申します。今年の一押しワイン、僕はこれです。テヌータディカルレオーネキャンディクラシコ、2019年ですね。もうとにかくあのエレガントの一言で、本当にいつ飲んでも飽きずに飲めるワインかなと思います。ぜひお勧めします。あのエノテカ宮地の宮地です。おそらくイタリアワイン好きの方もまだあまり増えてないかもしれないんですが、サラーヤ、まだ4年ぐらいのワイナリーです。サルデーニャのベルメンティーノ、カンノナウ、もちろんカリーニャも作ってるんですけど、まずは、まあ、ベルメンティーノ、ガルーラ触れていただきたいと思ってます。メジロ、エノテカガタリーの店長をしております、カンと申します。2022年一番印象に残っているワインはロベルト・ボイルソーのバローロドッキデグランネツヤタ2011年。お客さんからちょっと誕生日の日に何飲みたいって言われて、これ飲みたいですって言って事前発言した時にすごく状態が良かったので、すごく鮮明に脳裏に焼き付いています。奥サビラの牧田と申します。今年素晴らしかったのはもうつい最近なんですけど、20日ぐらいに開けたオデロのビニアリオンダ、マグナムの07ですね。開けたてはちょっと難しいかなと思ったんですけど、
そのまま放置して4日目5日目ぐらいからものすごくて今年一番になるぐらいの印象を持ったわけですね。ズッペリア、オステリア、ピテリアーナのミレイと申します。今年一番記憶に残ったワインはラ・ディステーザーのテッデ・シルバーテって2021年です。ずっとナチュラルにこだわった作り手でそれがうまくいってない期間がずっとあった中で今年やっと21年のコンテンションすごい花開いて本当に美味しいと思えるナチュラルワインを作ってくれるようになりました。とても感動しました。表参道のラストーリアの上方平と申します。今年一番気になったワイン、衝撃的だったのはサンジュストアレンテーナーノのペルカルロ16年です。カジセミのアタックがやっぱり圧倒的に力強くてもう香りを変えた時からちょっと次元が違うなという印象がありました。で、口の中に含んだ時の印象ですか、圧倒的な力強さ、ボリューム感のある感じが、やっぱり他とはちょっと比べ物にならない力強さを感じられました。やっぱりサンジュストらしい力強さという印象でしょうか。人形町のイルプロフームの淵本誠一と申します。2022年一番印象に残っているワインは、トスカラ町キャンティクラシュコーグランセルフィオーネ、カッセルディカッチアーノのグランセルフィオーネ。非常に酸味が綺麗 でそれでいて、旨味とやっぱりタニン熟成した感じが素晴らしい感じのキャンティで、とっても印象に残っております。ディスタントラバリック東京の江木と申します。イスキアのビアンコです、カリメッラという、畑から取った、はい、パンタレさんが出らっしゃるワインですね。非常にこの夏から、秋冬、魚介の前菜から非常に重宝させていただきました。イスキアらしいミネラルと、ジューシーな雰囲気、非常にバランスが良くてとても楽しませていただきました。まあ、これからもどん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 使っていきたいと思います。よろしくお願いします。神保町のアルテリエゴというイタリアンレストランの松本と申します。僕の一番印象に残ったワインはジュゼッペ・マスカレーザの2010年のビレロでした。もう液体の綺麗さがもう今でも忘れられないんですけど、すごい素敵なワインでした。バールエノテカインプリストの松永です。今年の印象に残ったワインは、まあ、去年がちょっと強力すぎて2002年のカズバス、それから61年のモンフォルティーノ、すごい印象に残ってて、今年はどうかって言われると、まあ、最近飲んだ96年のカズバス、あとはまあ14年の、ブルーノ・ジャコーザ、バローロですね、93年のビニャリ・ヨンダ・オッデーロ、今日飲んできた05、ロアーニャのパイエ、いいワイン、今年もいっぱい飲ませてもらいました。来年もなんかいいワインありますけれど、いいですね。頑張ります。